ふざけるのもいい加減にしろ。剣闘士は必ずうまくいきますから。剣闘士などで遊んでいる場合ではないぞ。一度の失敗でやめるわけにはいかぬ。愚かな。常継殿、こたびの剣闘士の剣、誠にありがとうございました。私と円仁殿の仲ではありませんか。気にする必要はございませんよ。痛み入ります。30年ぶりに計画された剣闘士は、藤原の常継が僧侶円仁のために便宜を図ったという説があります。吉房殿、何故常継殿を剣闘大使に任命なされたのですか。私が任命したわけではございませんよ。いい加減やめませんか。時間の無駄です。常継殿が僧の円仁という者の願いを叶えるために自ら意思表示をなされました。私はその意思を汲み取って、ご多忙である天皇様の代わりに任命をしただけにございます。僧の願い。何でも天台山に留学をしたいそうです。一介の僧侶のために剣闘士を計画したということですか。何か問題でも。剣闘士の事業は財政的にかなり負担がかかります。それに剣闘士自体に意義を感じないという声も出ております。そのような大事業を勝手に決めてもらっては困ります。天皇様の代わりにと申したはずですよ。今回の剣闘士は任明天皇様がお決めになったこと。それに常継殿はあの門の麻呂殿を父に持つお方、きちんと唐から新しい技術を持ち帰ってくることでしょう。遭難したと聞いておりますが。さすがですね。隠していたつもりでしたが、知られてしまいましたか。何故隠していたのですか。常継殿の名誉を守るためにございます。ふざけるのもいい加減にしろ、吉房。怖い怖い。やはり命の灯火が消える寸前というのは強気になれるのですね。私が何も知らないとでも思いか。ご安心ください。剣闘士は必ずうまくいきますから。失敗した場合は責任を取ってもらいますからね、吉房殿。もちろんにございますよ。その時まで夏野殿が生きていればの話ですけどね。失礼する。夏野殿、ご自愛ください。あなたとはまだまだこのようなお話がしたいと思っております。藤原の常継が大使を務めた遣唐使船は836年の5月に一旦出航しましたが、嵐に遭い摂津国から進むことができず、九州に至るまでに時間を要しました。同年7月に再度太宰府から出航しましたが、全船が遭難し、同月から翌月までに九州各地を漂流したと言われています。恐れながら申し上げます、今回の剣闘士計画は中止にするべきだと存じます。一度の失敗でやめるわけにはいかぬ。これ以上円仁殿のために多くのものを犠牲にするわけにはいかないと申しているのです。お主、何故それを。清原の夏野殿が使者を使って教えてくれました。余計なことを。もう一度進言いたします。剣闘士計画を中止にしてください。ならぬ。
大使は私だ。船に乗っている限り私の命令を聞いてもらう。でなければお前に処分を下すしかない。これは横暴ですよ。何を言われようが私は唐に渡る。837年7月に常次たちは残った船で出航しましたが、逆風によって失敗したと伝わっています。お体の具合はいかがですか、夏野殿。よくはありません。ところで小網根殿は。佐賀上皇様の命で吉房を見張っております。そうですか。夏野殿にはまだ生きていてもらわなければなりません。我々だけでは抑えられない領域にまで吉房は到達しています。昨年の遣唐大使任命が何よりの証拠。そうですね。しかし早成殿、吉房を抑えることだけに力を注ぐべきではありません。常定親王様をお守りすることにも力を注がなければ。分かっております。しかしすべて見透かされているような気がしてならないのです。やはり吉房と対等に渡り合えるのはあなたしかおりません。買いかぶりすぎです。佐賀上皇様、純那上皇様、小網根殿、そして早成殿、その他にも大勢の者たちが力を合わせることができれば、吉房の思い通りにはいきませんよ。あとを頼みます。837年10月、純那上皇を支えてきた清原の夏野がこの世を去ります。享年56。夏野の最終官位は右大臣従二位でしたが、没後に小二位の位階を追贈されました。納得できません。仕方がないことだ。第一線は損傷している。第二線と交換するのが最良の策なのだ。第二線の乗組員は犠牲になってもよいと。お主の航海技術ならあの程度の損傷でも問題ないであろう。そういう問題ではよろしく頼むぞ、高村殿。愚かな、付き合いきれん。小野高村は常次への不信、親の介護、自身の病を理由に渡航を拒否したと伝わっています。そのため使節は小野を残して出発しました。小野は朝廷批判を行ったため、同年12月に隠岐の国に流罪となりました。一説には佐賀上皇の判断だったとも言われています。遣唐使などで遊んでいる場合ではないぞ吉房。遊んでなどおりませんよ。いろいろありましたが、無事に唐に入ったという報告を受けました。有意義な事業となりましたよ。夏野が死んでからもうすぐ2年だ。そろそろ動いた方が良いのではないか吉房。まだ佐賀上皇様がおりますよ。慎重に行かなければ。慎重すぎるのではないかと言っておるのだ。些細な失敗で全てを失うのが怖いのです。まだまだ先が長いのですから、このような序盤でつまずくわけにはいきません。私はそれほど先が長くない。では精一杯祈りましょう。佐賀上皇様の命が長く持たないことを。そして私が考えている策がうまくいくことを。894年に遣唐大使に任命された菅原道真が入唐をせずに907年に唐が滅んだため、19回目の遣唐使で大使を務めた藤原常次が実質入唐をした最後の遣唐大使となりました。
さて次回の百花繚乱歴史伝は、藤原のお継ぐが一貫して編纂事業に携わっていた日本後期にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。